どうも皆様こんにちは、グリードです。さあシーズン2が来たということで、今日は、新マップ、新武器ですね、新武器の AR を使っていきたいと思います。ぜひね、なんか課金とかする際にクリエイターコードのグリードをぜひ使ってください。まあ応援していただけるよって方はね、ぜひよろしくお願いします。ちなみにね、ちらっとね背景で XM4 のクリップが流れたと思うんですけど、あれはね、あの撮影開始する前になんとなく新マップ行ってみたら50連続キルしたんですけど録画してなかったっていうね試合ですね。いやマジでちょっとね、本当もったいなかったね。これはちょっと今日はね、動画に行く前に話したいことがあるんですけど、少し前の動画でこんなねコメントが来ました。ですね、いやこのコメントはありがとうございますですね。まあ俺最初ねこのコメント読んだ時、俺杖動画、まあいわゆる無双系ですよね。で僕の基本動画ってまあ COD のマルチで、その普通に一人でマルチ行って良かった試合を上げてるんですけど、まあ良かった試合って大体まあそれは自分のプレイが良かったりとか、まあ、無双した俺杖動画になるわけじゃないですか。俺杖動画がなくなる、まあそれを否定されちゃうと僕の動画の大半が否定されるような感じなので、まあどうしようかなと思ったんですけど、まあでも確かに似たような動画ばっかり出してしまうっていうのは投稿者としてはね、やっぱ良くないと思うので、何か工夫はしないとないけないなとは思いました、このコメントを見た時。だから結構最近ちょっとね趣向を変えてトーク系動画だったりで、来週ちょっとカネキンさんとの筋トレ動画も上げられるとは思うので、まあいろんな、まあ、COD の俺杖動画以外にもね、上げられるんじゃないかなと思います。まあ、全然ね、このコメント書いてくださった方はね、もう全然ありがとうですね。もうこういうコメントをどんどん書いてくださいなんですけど、前回もね、あるコメントをね、拾った動画を出したんですけど、なんかグリードさんはそういうの気にしなくていいですよとか、拾わなくていいですよみたいな、コメントがあったりとか、あと投稿者として晒すのは良くないと思いますっていうね、コメントもあったんですけど、いや、ちょっと待ってよと。ここは僕の動画のコメント欄ですよと。そして僕に直接来てるメッセージですよ。なのでバチバチに動画のネタにしちゃいますよということですね。で、そもそもの話、例えば、まあ、あるちょっと批判的なコメントを、僕が、なんだろう、投稿しましたと、こういうコメントが来ましたって。で、それに対して、いや、グリードさんちょっと、晒すのをやめてくださいよ、みたいな。投稿者の中、そういう晒すのは良くない、コメント晒すのは良くないと思いますよ、っていうね、コメントは大体来るんですけど、まあ、一言言うと、そもそも晒されたら困るようなコメントを僕に直接書いてくること自体がおかしいと思うんですよね。まあ、これで僕がなんか、ツイッターとかいろんな、なんだろう、本当個人でツイートしてるとか、発言してるとこからわざわざ僕が行ってそっから拾ってくるっていうのは、拾ってきて、なんだろう、晒すっていうのはちょっとおかしいと思うんですけど、僕のとこに直接届いてるものなんで、いやもう動画のネタにすると思ってください。今回のコメントに関しては僕自身がね、あ、同じものばっかり上げてちゃいけないよなっていう風に気づけたコメントだったので、もう全然なんだろう、もう OK ですと。全然批判的なコメントじゃないと思います。まあこういう風に動画で取り上げることはね、ほとんどないと思います、これからね。まあ本当面白いコメント来たら拾うかもしれませんけど。てな感じでよろしくお願いします。ちょっとね、前置き長くなりましたけど、今日は新マップ新武器でやっていこうと思います。はい、というわけでやっていきたいと思います。途中参加だね。どうしようか。この状況。向こう側の方が圧倒的に有利なんですけど、あら、こんにちは。めっちゃ下ショットするやん。リロード間に合いますか？これ。よし。いや、マジで強い、この武器は。本当に。XM4 と比べてどうなのかはちょっとわからない、正直まだ。ただ、前世紀の FFAR を思い出させるようなレート。で、FFAR より確実にロングが倒せるっていうね。ピッツ。うわぁ、こうしちゃったん。どうしよう、これ敵向こう開いてんだよな。絶対これ登ったら死ぬじゃん。どうする？でも時間がないんだよな、もう。行くか。クロス組みすぎじゃない？え、こっから勝てるプランがあるんですか？あるんですか？これ。あるんですか？リスやばくないですか？
向こう脇を取りたい。こっち脇を取りたい。取れてるこれ。こっち脇取れてるこれ。取れてなくないこれ。でも外周からこれ詰めれるね。地点。とりあえず地点やれる。全滅？ナイス！いやもうデスマシン使っちゃおうこれ。急げ急げ急げ！危ない！カットしていく！外周どうだ？来てるよね。知ってるよ。ハープちゃん呼んでっちゃうからね。こっから。まだまだまだ。こっからですよ。イエーイイエーイエーどうだあれえ、もうえあ、違う、これ2発だけ、これ2発だけ、あ、2発でも残るんだぞ、打ち切らないと2発なんぞ、ないに等しいわ。ナイス。あれ地点やられちゃってた。うわ、どうするこれ。あ、出てきてくれた、ラッキー。うわ、多すぎ、多すぎ。みんな、誰か、もうちょい地点に人が欲しいな。うんち。ナチュラルにうんち出ちゃった。いやー、きつくないこの状況。あ、まあ、でも後ろ空いてる気がする、これ。なんか嫌な予感する。あ、これ後ろ空いてない絶対湧いて、あ、湧いてない、湧いてないのこれ。湧きそう、湧きそうじゃない？大丈夫っぽいですね。ここは2階から、センターとりあえず見ます。センターやって、もう1枚来てるね。もう1枚、やれない。これ敵の空爆かな？さあ、後ろ来てるけど、これ味方がカットしてくれて、後ろ脇、いるよ、そこいるよ。OK。で、こっからね、下、見れるんで。で、ロングショットも稼いでいく。もうちょっとで DM ルートが出るね。で、トロフィープレゼントしてあげと、いつからいつからいたんですか？はぁ、壁抜きされた !M62。でもみんなまだまだこっから勝てるぞ。手前いる、手前いる。ナイス。あるある。次センターだった気がします。で、タイムロ、まだあいつは、同じとこにおった。まだいるよ、あれ。あそこに、ほら。危な。え？まだ外周いない？大丈夫だった。どこだ？よし。リロード間に合うかな？危ね。よかったな。もうちょっとハープ出るからハープと合わせたいな。ガトリングちゃんは。下から撃ってきたんだ。え、そんな高度なことを公開マッチでしてくるやつがおるのか。待って、なんかいません？なんかいますよね、そこ。なんかいますよね。あ、やってたやった。これセンターから絶対崩した方がいいな。くっついたんだが、イエーイ！人間爆弾？あの、正面行くしかないな、これも。これ以上点差ついたらマジでやばい。顔出してこないんだが。ハップ。勝ちたい！わしは、あーダメ、多すぎー、遠すぎーリス遠すぎー、敵多すぎー。これラストアタック向こうに沸かせちゃったっていうね。まあでもでも全然でいいでしょう。悪くない悪くない、別に悪くない。別にリスを飛ばすことは悪いことじゃない。
石飛ばしたことに気づいていればいいんですよ。いやー、やりたかった今の。 No way と、こんな浮きするの。ほい、で敵のデスマシン来た。うわ、3枚も乗ってる敵。やっぱこれ終わっちゃうんだけど。ナイス。よし、次向こう、向こうだよね。あれ次向こうだっけ。とんでもないやつ、とんでもないやつを撃って。あれスルーできるかなこの人。よしよしよし、逃げれた逃げれた逃げれた。はい、みんな顔出すな顔出すな。あ、後ろ開いてんな。どっちどうするこれ。両サイド来てる。右のこの小屋の中と、センターから来るの怖すぎ。でもとりあえず正面見るしかない。で取り切りはないからハープよ。あ、大丈夫大丈夫。次こう、ローテ取れる、ローテ取れる、これ。下がってみれば大丈夫。2回入ろうかな。安定の強いから。よし。よし。ハープ4、あ、じゃあ。来ないで。来ないでくれ。よし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 。危ない、危ない、死ぬ。あと、完璧でしょ今の。次センターセンター脇あるか、これあるのか、あるんですか、こっから勝てるプランがあるんですか、どうなんですか、クソリスですか。まずい。いやー、これセンターまで遠い。取り切りはない。敵取り切れない。取り切れなくなった、これで。どっちだ？うわぁ！あー、全部いる全部いる全部いる、無理無理無理。あーあーあー無理だ、あーあー無理だった。あーあああああ、なんてこったーん。いやでも面白かった勝てなかったけど、いやでも100キル、これも100キルいけそうですね簡単に。いやまで動画撮ってない時に50連続キルしたのはもったいなかったなはい、というわけでお疲れ様でした。今日は新武器新マップということで、なかなか今回の AR ね、面白いですね。というわけで今日もよかったらチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。